アイドルのお仕事というのは本当に華やかな世界ですね。勇気を出してこの道に進んでよかったと、そう思います。でもまだまだアイドルの自信はありません。おじいちゃんに後を継げって言われた時も迷ったんです。そのまま窯元の人間になったところで私に何ができるんだろうって、自信はありませんでした。後を継いでもきっと何もできなかったと思います。おじいちゃんを超えることも絶対になかったでしょう。表現したいこと、やりたいことがありませんでしたから。そう、器ができるまでにはたくさんの工程があります。土をこねて、ろくろを回して、だんだん形を整えて、焼いて、仕上げて、器になる。経験を重ねていくことで、その一つ一つをできるようになっていくんです。昔の私はそんな当たり前のことすら忘れていました。今アイドルの卵としてレッスンを受けさせてもらって分かりました。気づいたんです。歌もダンスもお芝居も土をこねるのと同じです。一つ一つをきちんと学べば迷うことなどないですよね。だから私、アイドルになっても迷いません。自分がイメージする形に土を変えていくように、プロデューサーさんのイメージに合うアイドルへ、私を少しずつ変えていきます。迷わず、地道に。